JNN ニュースの森、JNN ニュースの森、JNN ニュースの森は TBS、JNN 系列で1990年4月2日から2005年3月27日までの間にかけて放送していた夕方の報道番組である。通称、ニュースの森、N の森、または N 森。全番組は27年半もの間放送されたキャスター総合ニュース、 JNN ニュースコープで、それに、首都圏、関東地方向けのローカルニュース、テレポート6を統合して誕生した。企画当初は先行する、富士テレビ系列、FNN スーパータイムを意識して、ローカルニュースを全国ニュースに内包させた構成にする予定だったが、もともと老舗のローカルワイドニュースが多い、JNN 局の反発を受けた。妥協策として、 ローカル枠と全国枠を反転し、TBS、テレビ U 山形、チューリップテレビのみ1時間枠の単一番組として構成した。実際ローカル枠のタイトルでもニュースの森を使っていたのは、東北放送やテレビ U 福島等、局一部に限られた。夕方のニュース激戦区において、初期は、 安定した視聴率を確保し、番組は2005年3月まで15年間続いた。他局が1990年代後半から17時代に進出する中で視聴率で苦戦し、2.3番手争いを演じるが、17時代への本格進出も芸能ニュースコーナーを設けることはしなかった。あ,あと番組は大型ニュース情報番組イブニング5。 当時本番組と並んで、夕方ニュースの老舗だった、日本テレビ系列、NNN ニュースプラス1も1年後に終了している。2002年4月1日からは、全国枠に限って、リアルタイム字幕放送を実施していた、週末も実施。初代オープニングの頃、平日のヘッドラインのナレーションを、鈴木史郎が務めた。その後は、 鈴木淳が番組終了まで主にナレーターを務めた。ただし、末期の特集コーナーのみは、幾の文治の担当で固定した。週末のスポーツニュースは、全国ニュース枠で放送していた。平日も、一時期、スポーツコーナーを全国ニュース枠で放送した。大体、1995年頃から2000年、中期まで。 2004年10月から番組終了の2005年3月まで、森田が全国ニュース枠で天気予報を放送。民放の夕方のニュースでは、テレビ朝日のスーパー J チャンネル以来、およそ4年半ぶり。土曜日に関しては、土録枠の終了直後に毎日放送からの喪失で5秒間のジャンクションが流れた。内容は、女性キャスター、アンカー格が今日一日のニュースと、 スポーツとアナウンスし、続けて男性キャスター、サブカクがこの後のニュースの森でお伝えします。というものだった。週末版のエンディングについては、JNN イブニングニュース、週末版を参照のこと。TBS ビデオ問題の際、日本テレビの NNN ヒルのニュースで TBS の関わりが報道された当日に、この番組で関わっていないとし、 日本テレビに抗議した旨を全国ネットワークで放送した。この関わっていないとした放送を他局がこぞって TBS が否定した証拠映像として後に何度も使っている。なお、先の抗議に対しては日本テレビに正式に取り消しと謝罪した旨も後に報じていい。それまでニュースを短く伝えるコーナーをニュースフラッシュやニュースを続けてお伝えします。 などと言っていたが、1997年10月からニュースメドレーという名称になり、2004年9月末まで使われた。週末版も2001年10月くらいからニュースメドレーという名称を使用していた。2004年10月からは平日版はニュースな言葉という名になった。1990年4月2日に放送開始、前番組テレポート6に。 新メンバーを入れる形でスタートした。平日版はメインキャスターに荒川京慶と桑瞳を起用。スポーツは佐古忠彦。天気予報は気象予報士の森田正光が担当した。週末版はメインキャスターに前番組 JNN ニュースコープ週末版を担当していた吉川美代子とスポーツは戸崎隆弘が通した。1993年4月。 クワと、吉川、カモリタ以外の出演者をリニューアル。後任は、整形部平川クラブキャップの杉尾秀才。スポーツコーナーは平日版を安藤博樹、週末版を田中博明がそれぞれ担当。1993年4月から1994年9月は、平日と週末で、オープニングと CM 前ジングルが異なっていた。1997年10月。 杉尾交番しリニューアル後任は、経済部記者の松原孝二が担当。2001年10月、松原に代わって、前任の杉尾秀才が4年ぶりに復帰。また週末版のキャスターに、伊藤隆太が登板。2004年10月、新メインに、池田博之と5年ぶりにスポーツコーナー担当だった、小倉博子がメインとなる。スポーツコーナーは月、火曜日を、 安藤博樹が8年半ぶりに復帰。水、木曜日を高野高弘が担当。週末版のキャスターは駒田健吾が登板。全国枠以外は TBS における放送時間を記す。すべて日本時間。平日補足土曜日補足。日曜日補足。関東地方向けローカル内の特集。または全国ネットの後半で随時紹介。なお、 全国ネットの後半については、インターネット上の JNN ニュースアイに掲載される場合があった。ニュースの森の特徴の一つに、全番組のニュースコープから続く副音声による英語同時通訳の2カ国語放送実施が挙げられる。かつては、他系列でも行われていたが次々と取りやめられ、末期になると民放では唯一 JNN 系のこの時間帯の番組だけが行っていた。 全国ニュースは基本的には JNN ニュースの森で統一。ただし、ローカルの場合、各地域ごとに番組名や内容、放送形態が異なる。それらの番組については JNN u 型ローカルニュース一覧を参照のこと。なお、テレビ U 山形では特集、関東ローカル枠を引き続きネットしているが、2000年3月以前はスポーツや天気まで関東ローカル枠を 完全ネットしていた。これは、同局が開局当時、経費を抑えるため必要最低限の報道取材活動しか行わず、ローカルニュースだけのワイド番組を制作することができなかったからである。また、チューリップテレビも1990年10月の開局から1993年9月まで、ローカルニュースを17時30分 -18、 例々の枠で放送していたため関東ローカル枠を完全ネットしていた。重大なニュースがあった場合は放送時間を1時間早めて放送していた。この場合はニュースの森特集、ニュースの森総力特集、ニュースの森緊急特集として放送される。1999年9月30日に発生した東海村林海事故の時は ニュースの森緊急特番というタイトルであった。また、2004年5月22日の小泉純一郎、首相、当時が北朝鮮に再訪朝した際は、ニュースの森広む番というタイトルであった。なお、緊急特集というタイトルは、後継番組、JNN イブニングニュースでも引き続き使われた。ただ、事象やニュースの発生時間によっては、ニュースの森ではなく、 報道特別番組として放送される場合もある。この場合はニュースの森のキャスターではなくアナウンサーが担当する場合もある。1995年4月19日の横浜駅異臭事件。1995年6月21日の全日空機ハイジャック事件。この二つは次を桑賀キャスターを担当。1995年10月7日の上流。 フミヒロー緊急対策本部長、当時の逮捕状を受け、TBS アナウンサーの並びと、吉川美代子が担当。1999年10月1日の東海村臨海事故の関連ニュース、TBS アナウンサーの柴田修一と長峰幸が担当はこのケースにあたる。1991年の湾岸戦争の開始、終結時や1995年3月20日に、 発生した地下鉄サリン事件では夜8時まで番組が延長された。1995年1月17日の阪神淡路大震災では全編全国ネットとなった。2002年9月17日の小泉首相当時の北朝鮮包丁の際も全編全国ネットとなったがニュースの森ではなく JNN 報道特別版としての放送だった。番組終了時に JNN 報道特別番組を割と出されたまた、1995年6月21日の全日空気ハイジャック事件の際は、HBC が当時放送していたテレポート6を休止して関東ローカル枠を放送した。1996年3月29日の放送をもってテレポート6から7年間夕方の JNN ニュース枠を担当したクワが降板することに、 なったが、この日の番組終盤で、テレポート6のキャスターを担当してから、豊浜アンネル崩落事故まで、今までの取材映像を振り返るクワノ VTR が放送された。その後、同じくこの日で降板する、安藤アナの挨拶を挟んで、杉尾の締めの挨拶の後には、N スタジオに集まったスタッフから拍手が送られた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。